リビアの国旗は上から赤、黒、緑を横三色に配し、中央に白い三日月と星があしらわれた旗。赤は剣と力を、黒はイスラムの闘争を、緑はイスラム教の聖なる色で高血をそれぞれ象徴する。中央の黒地に白い三日月と星の部分は1840年に創設されたイスラム教神秘主義のサヌーシ教団を率いた。 サヌーシー家の旗が元になっている。かつて1951年から1969年まで、王世紀時代に国旗として使用されていたものを、2011年に復活させたものである。2011年2月27日、リビアにおける内戦のさなか、反政府勢力によるリビア国民評議会が、リビア唯一の代表政府であることを宣言し、ベンガジを中心とした。 暫定政権が発足。リビア共和国の国旗として、王政時代の国旗を復活させると発表した。国民評議会をリビアの正当な政権として認める国が増えるにつれ、この旗も国旗としての認識が広まった。赤、黒、緑、白の配色はそれぞれ力、イスラムの戦い、緑地への憧れ、国民の行為を表している。リビア内戦は、 一進一退の戦いが続いたが、8月下旬に、首都トリポリを暫定政権が制圧し、カダフィ政権は事実上崩壊した。中日リビア大使館は、同年8月22日より、国民評議会の国旗を掲げた。理由について、大使館関係者は、終わりつつあると判断したので、国旗を付け替えたや、適切な時であると判断したと述べている。9月16日、 国際連合が国民評議会の代表権を承認し、19日付で国連本部前に国民評議会の国旗が掲げられた。味方にもよるが国民評議会の新国旗制定からカダフィ政権が事実上崩壊するまでの約半年間、リビアには国旗とされるものが2つ同時に存在したとも言える。短命に終わったリビア西部のトリポリタニア共和国では、 空色の地、中央に緑のヤシの木、その頭上に白い星という国旗を使っていた。王世紀の国旗リビアは第二次世界大戦でのイタリア敗戦により植民地支配から解放されたが、戦後はイギリス、フランスに分割され国連新宅等治療となった。1951年にこれら3地域がリビア連合王国を形成すると、 近代リビア発の国旗が制定された。この国旗は赤、黒、緑の水平三色旗に中央には白い三日月と星を排したものであった。中央の黒は赤と緑の2倍の幅があった。この旗は19世紀以降この地を拠点としたイスラム教のサヌーシ教団を率いるサヌーシ一家の旗を元にしたものである。この旧国旗はカダフィ体制の成立後も リビアの王政支持派や海外のリビア人による抵抗運動に使われた。2011年に成立した反カダフィ派の暫定政権、リビア国民評議会も国旗にこの旗を選んでいる。リビアアラブ共和国の国旗1969年9月1日のクーデターで青年将校のカダフィが国王イドリース一世を追放し、王政は倒れ共和制となった。 リビアの正式国名はリビアアラブ共和国となり国旗は赤、白、黒の半アラブ色による水平三色旗となった。アラブ共和国連邦の国旗リビアは1972年3月にエジプトシリアと共にアラブ共和国連邦を形成し3カ国で同じ国旗に変えた。この旗は半アラブ色の中に 連邦のアラビア語の名を書いた巻物を持つ金色の和紙をあしらっていた。大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーア国の国旗1977年3月にアラブ共和国連邦は解体し、カダフィは3月8日に国名を大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーア国に変更する。同年11月11日、エジプトのサーダーと大統領のイスラエル訪問の 発表に反発し、カダフィは政府幹部に人よで新しい国旗に変えることを指示、限られた時間では無地のものしかないとして、総緑一色の国旗に変更された。緑色はイスラム教の階層、ムハンマドのターバンの色とされ、イスラム世界では最高の色とされており、イスラム社会主義と人民革命の決意を表す。 またカダフィが1975年に出版した緑の書に基づく緑色革命を象徴する。国旗が緑一式となった理由かつてリビアはエジプトなどとアラブ共和国連邦を結成し反アラブ主義を唱えていた。そのため同一の国家を強調する目的でリビアはエジプトの国旗を強要していた。ところがエジプトのサーダーとは第四次中東戦争の後に アラブ諸国の敵イスラエルと単独で和解、友好条約を結んだ上にアメリカ寄りの外交を開始した。このことに起こったカダフィは即日エジプトとの合法、同盟を解消、側近たちに翌日までに新しい国旗を完成させろと命令した。しかもそれは深夜であったために時間がほとんどなく、戸惑った側近たちは苦肉の策でイスラム教で、 最高の色である緑一色の国旗とした。なお、かつてリビアの地も領域に収めたファーティマ朝の国旗も緑一色であった。他に一色の国旗の前例としては、オスマン帝国国旗、ハンガリーソビエト共和国国旗、フランス王国国旗、アフガニスタン主張国国旗などがあった。また、リビア国旗の制定後には、アフガニスタンのターリバーン政権の国旗が、 蒼白一式に定められたが、いずれの国旗も廃止や変更がなされている。地方の旗としては、ボリビアの県の旗に一色のものが三差をある。ありがとうございます。